どうした？ミルクラボプラス。ジンドくんです。ジュン太郎です。白丸です。サマイルです。どうも、僕たちはミルクです。始まりました、ミルクラボプラス。ということで、はい、今日はですね、なんすか、もう見ていきましょうか。お願いします。さっと緊急テーマ、イケメン対応選手権やってまいりましたよ。イケメン対応選手権、ね、もうイケメンしかいないからな、このグループは。いや、そうなんよ。そんなこと言うなんて。あ、パターン。ただ、やっぱあの外見だけじゃねえんだぞ、俺らっていう。おー、なるほどね。中身もだぞと、はい、中身と、中身もいいね、発言とか雰囲気とか、はい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 、これも俺らできんだぞっていうのを見せていきたいので、うん、今回はですね、バレンタインにちなんで、はい、チョコをもらった時の反応だとか、おっていうのを、まあ、それぞれ一個ずつ VTR 撮ってきましたので、はい、みんなで見て、はい、誰が1位なんだと決めていきたいと思いますよ。なるほど、まあ、バレンタインの時期ですからね。時期ですから、そうね、まあ、さらっとさらっとやっていきましょう。はい、はい、ということでやっていきましょう。どうぞ。はい、ということでですね、はい、まずはですね、はい、対応1ということで、はい、好きじゃない人からもらった、そうね、はいはいはい、の対応ですね。はいはいはい、うん、まあ、どうスマートにいくかという、うん、まあ、向こうが片思いの場合、そうです、うん、なるほどね。ということで、まあ、ジント君からですね、僕からでしょ、ね、どうぞ、はい、うん、何これ。あ、チョコ。あ、ありがとう。おー、あ、え、なんか作ってくれたの。はい、あ、めっちゃ嬉しい、ありがとう。じゃあホワイトデーもちゃんとお返し渡すから楽しみにしてて。うん、おお、まあまあまあ、なるほどなるほど、なるほど。全く嫌気もなくちゃんと別に、うん、そうだね。やっぱこういただいたもので、まあ、ホワイトデーっていう日があるから、しっかりちゃんとそこでお返しをしようっていうことで、うん、かなりいい、まあ、いいんじゃないですか。それもさ、ホワイトデーのさ、はい、お返しするイコール、うん、なんか僕も好きですよっていうアピールになるっていう説知らない？なんかありますよね、そういうね。確かに、あ、じゃあそれちょっと言うと、ね、思わせぶりだ、思わせぶりだ、思わせぶりやろうだな。はいはい、言おう。あ、そうかな。確かにポイント低いですね。まだお中元とかも渡し合うから、そういうもんかなと思ってさ。いやでも、僕がもしあげる立場だったら、え、ホワイトデーくれるの、え、ワンチャンあると思っちゃう。そう、あ、ほんと、思わせぶりです。わあ、これはあ、ちょっと良くないかな。じゃあ思わせぶりかな、ちょっと。まあ、じゃあ続きまして、行きましょう。佐野さんと、はい、ごめんなさい、前髪変ですね、なんか。何何よ、お前こういうタイプじゃないじゃん。何、ありがとう。チョコ作ったの。食べろ、じゃあ。ありがとう。なんかちょっと最後なんか別にいらないんだけど。違う、これは僕は初めの感じで、お前作ったのっていうの、友達ですよっていう、そういう関係だよ。なるほどね、はいはいはい、なんかそういうのじゃないやん俺らっていうアピールですよ。さらっとこう、さらっと断りを入れてるわけ。そう、ちょっとジンド君の ありがとうっていうのだと、僕はなんかあんまりにもなんかちょっとそういういい雰囲気を作りすぎちゃうかなと思って、うん、いや、うん、フラットな、うん、ありがとう。でもなんかちょっと本気で、もし本気で好きだった場合さ、うん、本気でハヤトのこと好きだった場合さ、そんななんか言われたらなんか、え、あれ、え、友達なんか、あ、ね、なっちゃうよね。まあそうね、2月15日はすごいドヨーンとしちゃうかもしれないね。だちょっとイケメンの対応ではないかもね。そんなようなら見てみましょう、次。よっしゃ、俺の見て、マジで、俺の見たらマジで、まあちょっと断り方じゃないけど、はいはいはい、ちゃんと好きじゃない方からもらった時の対応の仕方が分かるから、なるほど、思わせぶりにもなんないから。ほんとに見てさ、いけよ。じゃあ大地くんどうぞ。お、チョコ。あ、そっか、最近、え、今日バレンタインデーか。ああ、え、だからこれくれんの。おー、これ何、なんかちょっと見て。おー、いいじゃん。あー、チョコか。そうじゃん。わー、めっちゃ嬉しいんだけどさ、まあ言ってなかったっけ、俺さ、チョコあれなんだよ、アレルギーで。うわ、どうしよう。わー、そうなの、めっちゃ嬉しいんだけど、チョコダメでさ。そうなんだよ、どうしよっかな。でもなんか俺捨てんのもさ、あれだからさ。あ、それさ、あれ、隣の部署にさ、吉田さんいたじゃん。吉田さんなんかチョコ好きらしいからさ、これ、
気持ちはちゃんと受け取るけど渡しといていいな。え、あ、それか、逆に渡しといてくれる。ごめん、本当にチョコ食えないの、ごめん、本当ごめん、本当にごめんね。じゃあまた、じゃあ会議で、あ、じゃあね。うわ最低だよ。うわえ、じゃあ、返せなんかチョコ俺に来たんだよ。だからね、動画の順番おかしかったの。そういうことなのよ。やばいって。違うのよ。じゃあ、なんか俺チョコちょっと食べれないけど家族で食べるわとかさ。違うのよ、だってこれはチョコだって俺食べれるもんでしょ。じゃあ気を使ってさ言ったって。そう、気を使ったのよ。だってさ、いや、もらっちゃうともうさ、相手も本気にしちゃうじゃん。いやいやいや、だけどさ、バレンタインデーっていう女の子の夢の時間を、うん、最悪な時間にはしたくなかった。してたよ。してるよ。めっちゃさ、昨日の夜めっちゃ真剣に作ったの覚えてる。俺食えねえから。しかもそんなところで俺正解です。おお、じゃあ見てみましょう。お願いしていい？じゃあちゃんと見てて。お願いしていい？何でお願いするんだって。じゃあ俺正解です。これいろいろありましたけど正解です。お願いします。はい。どうした？あ、大丈夫大丈夫。お前ありがとう。お疲れ。はい。最低！最低！やばい！最低だ！やばい！最低がいた！すごいチョコ来たら、ブーン！なんか、傷つけないから。傷ついたから絶対傷つくってこんな。あれ、ティッシュじゃないんだぜ。待ってる、ティッシュ。待ってる、じゃないんだよ。やばい、この人やばいわ。だからそれこそさっきみたいにさ、作ったのにさ、いや、アレルギーでさ、食べれないって言って、あ、そうなんか、あ、チョコならと思うけど、これダメじゃない。いや、だってすぐバレる嘘はついちゃダメなのよ。嘘で、嘘ついてないもん。いや、嘘はついてないけど、いや、あれはイケメンじゃない。やば、バラエティとしては100点。やばいな、お前。そんなことしないですよ、俺、そんなことしないですからね。いや、フォローすんなよ。しょ、それこっちがやることだ。まあまあ、そんな感じでっていうところでした。これが好きじゃない人。なるほど。じゃあ、まずこれで1回ね。で、一番傷つかなかった方を選んでください。でもさ、これさ、思うんだけどさ、だって一番、だって思わせぶりされるのが一番嬉しくない？だって渡す側は。でもそれ今揺さぶる。それってさ、ブラで情報をつけんな。じゃあもういいですか、発表しましょう。いいですか。え、じゃあこれ挙手制ですか。挙手制でいきましょうか。じゃあ、ジュタロ君からいきましょうか。ジュタロ君、僕やと思う人。さすがにね、よかった、皆さんがちゃんと考えてる。あれでなんか、はぁーとか言われたら困るもん、今後。じゃあ続いて、大地君ね、いいと思う人。おい、ない。おっとおっと、これはもう、もうこれはあれですよ、一騎打ちですよ。じゃあもう、じゃあ佐野さんがいいと思う人、手を挙げてください。3票入った3人。そして吉田さんが1票ということで、佐野さんがいいと。よーし、なんだよ。え、じゃあちょっと理由聞こう。理由をまず聞かせてもらいましょう。じゃあもう吉田さんの理由から。いや、なんか消去法で誰も良くなかったけど、隼人君がヘラヘラしたのがすごい嫌だった。あー、嫌いそう。いや、そのヘラヘラ感で俺断ることも考えてるんですよ。いや、お前ないでしょ俺らっていうのも含めてやってた。それが多分一番傷つくかな。なるほどね。まあ、そういう意見もいいね。真剣にヘラヘラは、もういい、もう俺嫌な人がいい、もういい。排斥していくタイプだ。じゃあちょっと佐野さんが良かった。迷ったけれども、やっぱり、あ、友達なんだなって。わかりますよね、あそこね。なるほどね。いや、そうですね、なんかお前作ったのっていうの大事で、あ、友達なんだなっていうのだけど、まあ、優しさも見えます。なるほどね。わかってんだよ。じゃあ、お願いします。なんでなんか悩んでるんですか。何を悩んでる。いや、なんか後の二人が結構衝撃すぎて、ジェント君のちょっと忘れてた。このモニターに鼻つけながら俺ももう一回見ろよ。怖っ怖っ怖い怖い。出さなくていいですよ俺の。まあ、ということで、1回戦、1回戦、佐野さんね、佐野くんか、そっか。続いて2回戦目、2回戦目で、これは本気のあれですからね。はい、ちゃんとこれはもう本命です。僕たちも好きな人、両方ね。1人もらった時にどう返すか。わかりました。シンプルな胸キュンかもしれないですね、これは。そうですね。これかも。ハヤトから。おぉ。順番が変わりますね。ハヤト君から。それでは、VTR、どうぞ。え、何？チョコくれるの？ちょっとヘラヘラして。わかってんな、お前。俺がお前のこと好きなの知ってんの。うわ。うわ。
お返し楽しみにしといて。うわ、まずかったらまずいって言うから。うー、え、ありがとう。うわ、ちょっと待って、これやばい。いや、でもこれはもう早とらしいわ。いや、でも、俺の好きって知ってんのっていうのは、なんで俺も好き知ってんの、ちょっと来た、それは。うわ、超でしょ、それは。え、どういうこと？本命を挙げて、お前のことが俺も好きって知ってんのってこと？そうそうそう。で、さらっと言ったの。いや、それが良かったな。うわ、でもちょっと、さすがやわ、これは。でも、まあ、なんかちょっと。はいはいはい。ちょっと待って、これなんで。ちょっと待って。決めすぎでしょ。やばいやばいって。ちょっと似合ってるけど、ちょっと。やばいって。雑誌ね。雑誌って。あの、あれじゃん。あの白いニット着てたあれじゃん、最近出たやつね。はい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 。じゅうたろうくんだ。マジでかっこいい。じゅうたろうくんですね。髪型気に食われですか。動かないで肩。マジ？正直、俺からチョコ渡そうかなって考えてた。俺も好きだよ。今何つった？俺も好きだよ。俺も好きだよ。好きだと思う。伝えちゃいました。いや、別に悪くないけど、気持ち悪いだけなんだよ、多分。え、そうなんだよ。そこなのよ。一番はそこなのよ。だって、肩1ミリ以上重くなかった。お前、魔法使いみたいなの。あっつ。気持ち悪いな。続いていきましょうか。いやー、これも期待ですね。おう、チョコ。あ、ありがとう。お、嬉しいな。手作り。すごいね。じゃあ、まぁ、ちょっとしたお返しとはなんだけど、今日ちょっと空いてる夜。ご飯とか行きたいの。まぁ、僕は、今日なんだね。もう、そのチョコを、もらったとて、多分思いは分かんないから、ご飯でちゃんと喋って、そこでしっかり言おうかなって、会社出てからプライベートでっていう。ちょっとなんかね、違う、やらしいのよ。やらしかったよ、やらしさを感じたの俺は。でも確かにね、夜って言わなくていいじゃん。だって普通に今仕事の後さ、ご飯空いてるみたいな。ちょっと夜ご飯空いてる、なんかさ、ちょっとなんかもう夜だけだろお前。違う、なんかね、もうね、やらしい、やらしかった。ちょっとなんかね、ベトベトしてた。ベトベトだけなお前。あ、でもまあまあ、最後第1回の新作。あんたこっち見て笑ってんじゃないかお前。行こうか、大地くんです、どうぞ。ちょっと一回だけ、ちょっと皆さん、風呂って言わなかったよ。風呂。違うよ、違うよ、もらって喜ぶ。おお。もうなのよ。やってるな。あ、じゃあ、今日続き見ましょう。戻した、戻した。これは。友チョコですか。おお、僕もさ、本命でホワイトチョコあげたかったのよ。だけどもらえないとさ、ホワイトチョコあげるのおかしいじゃん。だからもらえてよかったよ、ありがとう。ちょっとね、今日ちょっとずっとカリカリしてて仕事はかどらなくてさ、チョコ食べて仕事頑張るね。なんでそんなの。それいいのよ。いいな。ホワイトチョコって何と思ったけど、ホワイトデーのお返し。あ、そうか、そうホワイトデーのお返し。意外とみんな悪くないんだよ。悪くないね。これちょっと難しいね。これに関してコメントちょっと難しいね、これはね。ちょっと自信あるよ、でもみんな多分。おめえだけはねえだろ。おめえだけは一番あるんだけど。じゃあちょっと一回聞いてみましょうか。じゃあ吉田仁斗くんがいいと思う人。2票。2票きた。僕がいいと思う人。うまーし、心配だよ。待って待って、大丈夫ですか。違う、騙されてない今。いいんですいいんですよ、いいんですよ。え、でも待ってってこと、あと1票だから、どっちかだけいけない。待て、あの、今だから、あの、4位決定戦やってるだから、今2人で。嘘だろ。やばいって。塩崎さんがいいと思う人。佐野さんがいいと思う人。やったー。
ということで、まあ優勝は吉田慎人君。やったー。いや、まあ勝利。いや、マジでなんで大地くん選ばなかったんだろう。え、大地くんどう。いや、あ、なんじゃない、みんなの中で1位じゃなくて2位とかだよね。あー、2位ぐらいね。そういうみんなね。やばい、フグもいっちゃう。フグもいっちゃう。おかしいよ。佐野さんの理由とか僕の理由お願いします。やっぱさりげなくこう好きっていうワード入ってたからいいかも。あれはやっぱ、うん、ちょっと来た。なるほどね。いや、そんなん軽く言う男は危ないからみんな気をつけて。じゃあ次、僕佐野さん、うん、ドストレート。いや、まあそうですよね。仲間ないから肩動かなくても大丈夫ですか。いいだろ、ずっとこの感じだったけど。デート行っても絶対こういう。お二人はなぜでしょうか。なんかその日の夜の予定をどっか行けるんだっていう。なるほどね。イエーイ。キャッチ。展開が早かったね。なるほど。でも逆に慣れてるからですよ。そうですよ、慣れてますから。それに気づかないあなたはどうか。違うね、そういうゲームじゃないのこれ。すごい。そういうあれじゃないの。慣れてる。ちなみに皆さん2番って決めてます？おい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 、待って待って、もうそこまで聞くと。じゃあ これの2番ね。これの2番聞いた後にそのトータル誰が1位だったか、どっちも大丈夫なんや。じゃあ2番いいですか。2番じゃあちょっと名前言っていただいて順番に。2番、うん、ジュー君か。おお、ストレートいいんだ。肩が好きだ。まあ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 、肩がいいやつ。2番ジートさん。おお、おお、うわっ。おい、2番にも入らなかったな、お前。さっきみんなフォローで、2番にとかやるよ。でも俺、大地良かったと思うんだけどね。もういいよ、やめてやめてなんか仕事頑張るとかね、なんか私が挙げたものって。みんな騙されるんだよ、みんな騙されるんだよ、この子たちに。本当にねえ、この子たちに。もう君は全員の3、4位ですから。3、4位、みんなの。じゃあトータル言いますか。そうね、出たくない。両部門で一番。まあわかんないね。人、これ名前言ってもらうじゃん。そうだね、名前言ってもらおうか。じゃあ、おー、一票。同じ。おー、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 おー。言いたい2位じゃんか。これはもう男性男性男性同性で見て同性で見て、あの、いや結局同性に慕われないやつなんかろくでもないやつだから。ホントにそうなのよ。どっちが俺も真似したいなのか、あ、こいつスマートだなと思うのか。世界見てお願いしてもいいでしょうか。おっ、はい、僕に1票。あ、僕も。おお、ということで優勝は吉田慎人。いやー、同性からの支持はなかなか強いですから。いや、それは強いわ。マジかよ。おかしいのよ、もうマジおかしいだろ、普通に。もうマジでおかしいのよ、これ。不機嫌じゃん。今日おかしい、これ。おかしい、おかしい。これなかなか面白いですね。いや、面白いですね。ちょっとこのさ、シチュエーション選手権はやっていいんじゃない。いや、もうやらなくていいよ。なんでよ。もうやらなくていい。このままじゃん。このまんまじゃ、おめえ返上できないよ、だって決めていいよ。あ、そう、自分の得意分野でね。またそれで4位取ったらどうするの。本当に。ということで今回ですね、はい、まあ、シチュエーションを決めて、はい、ね、見ていきましたけれども、はい、まあ、やっぱミルクはイケメンだなということが収まっていいんじゃないでしょうか。そうですね。もうそうしよう、そうしよう、ね、全部いけない。今の全部カット。なんでちょっじゃあここだけじゃあオクラだよ。じゃあハイレベルな戦いだったということで、ね、そうですね、ぜひ皆さん真似してみてください、はい、ということで以上、僕たちがミルクでした。バイバーイ。バイバーイ。ちょっと自信あるよ、でもみんな多分。おめえだけはねえだろ。おめえだけは一番あるんだけどな。大地くん、不合もありますからね。確かに。いや、不合ならもうこんなかもしれない。5マイナスポイントかもしれないけど。待って、俺撮った時なんかいい感じの反応だったんだけど。なんでだろう。一発目に撮ったのよ、これ。その時は、ね、何も分かってなかったね。なるほどね。